4号艇で登場の坂東満選手にお話をお伺いします。よろしくお願いします。お願いします。ここまで仕上がりどうでしょうか。うん、まあまあだと思います。どのあたりが特に気に入ってますか。気に入ってるっていうか、やっぱエンジンがいいんでそれなりに出てくれるんで、はい。今日時間たっぷりあるんですけども、なんかあの作業の方はお考えですか。とりあえず、まあ、ゆっくり考えようかと思ってます、はい。スタートなんですけど、今節どうですか、ここまで。結構難しいかなと思ってるんですけど、まあ、とりあえず、ね、ある程度のところまではいけてるんで、一定心目標で。4号艇ということでね、コースも含めてどういうふうなレースになりそうですか。いや、行ってみないと分かんないですね。はい、それでは最後にね、もう一言意気込みよろしくお願いします。はい、最後まで一生懸命頑張ります。